やっぱり少し大きめの仏壇を買ってよかったです。長田さんありがとうございます。そう言っていただきました。玉名郡長須町 N 様にこちらの国産仏壇の富士納入でございます。金箔が吹いても剥げない国産仏壇。 お仏壇の販売が転職なかった後期でございます。2024年4月の6日、今日は土曜日ですね。今ちょうど5時54分。もう外、少しうっすら明るくなってきております。朝動画。外気が13度、ひんやりとしてありますね。はい。まあ、ありがたいことに昨日ですね。玉名郡長洲町 N 様。国産仏壇富士。これ日本製の詩で下をも使っております。これ横仏壇でございます。はい。これもあの当店の 小さいコンパクトでベストセラーですね。売れております。ありがとうございます。こちらでございますですね。ちょうどお仏間に綺麗に収まっておりますね。やっぱおっしゃられました。わあ、やっぱこのくらいこうとってよかったって。最初はですね、もっとちっちゃいのでいい、ちっちゃいのでいいとおっしゃったんですよ。まあ、このくらいで、ね、このくらいでいいよって、もう大きいのはいらないと。で まあでもそう言わずにですかいて、もうもうお仏壇というのは名古を拝みますって、あの5年10年じゃないんですよって、ですから、まあある程度の、やっぱほら、四十九日とか人が来れるじゃないですかって、人に見てもらうもんですから、やっぱこのくらいあったらいいですよっていうことで、こちらをご注文いただいてですね、昨日本当はぁ、もうこれ、あ、中田さんの言う言葉聞いてよかったと、いう、お米の言葉をいただきました。ありがとうございます。まあこれはもうそう言ってたけど、我々も嬉しいですね。あの中はですね、LED 照明が入っておりますので、 こんなに明るくですね、照らしております。やはりお仏壇が明るいとですね、人生も明るくなりますよ。私はそう確信しております。あとですね、こちら、お道具、京机一式もですね、これはお付けしております。京机だけは別料金になりますけどね、お道具とこちらはもうサービスって形でですね、見てくださいませ、こちらですね、24金、家紋を24金増刊でございます。あの、当店ですね、国産仏壇、日本製の国産仏壇をご注文いただいた方はですね、 よいしょこういう形でですねよモン家紋を24金像があらあこうやったこうやったここにあったですねすいませんこういう形ですねこれはまああくまでも見本ですけどねはいとてもいい音色ですねはいこれ職人様の手彫りこれはですね世界で一つだけのオリジナル仏壇をお届けいたします あのの当店だけのオリジナルよそはさっさっんですもう私はですねやっぱあの昨日のですね N 様もおっしゃっていただきましたわあこれは長男に伝えますってこれうちの家紋はこれだよということでこれはもう財産ですからねそう思っておりますまあそういう形でですねあのとても喜んでいただきました玉名郡長洲町の N 様ですねはい まああのこういう形でですねお客様にですねお仏壇をですねお届けしていきたいと思いますいい国産仏壇をですねお届けしていきたいと思います、はいえー、大きめの仏壇買ってよかった玉名郡長洲町 M 様国産仏壇の富士ご注文いただきました仏間に入れると分かりますと小さな仏壇はアンバランスですねと。 もう私は本当そうい思います。あの、たまにですね、ちゃんとしたまともな仏間にですね、まともな仏間に、ポコンちっちゃいのがポンと置いてあるんですよね。はあ、寂しいなと私は思いますね。あの、ご予算の方はですね、ご相談ください。もう、どやんかなりますけん、これははい。もうそうは思います。はい。やっぱこれですね、やっぱもう、新しい、亡くなられた方の新しいお家になります。で、それとですね、生きていく我々の運気が開きますよ。 私はそう思っております、はいえー、もっと大きくてもよかったと昨日おっしゃっていただきました永田さん貴重なアドバイスありがとうございますいもうこちらこそ身に余るお言葉ありがとうございますえっ、ー、とあとおりんかにはですね二十四金象眼家紋を二十四金象眼でございます世界で一つだけのオリジナルお仏壇をお届けいたしますまあそういう形でですねあの本当にですね玉名郡長洲町 N 様誠にありがとうございました 心より熱くお礼を申し上げます。はい、ここまでこの動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運を終わってんお祈り申し上げます。